デュエル用済みなサポッティングをやっていきたいと思います。ああ、釣れた釣れた釣れた、きたー、カリオストロの城みたいなところが来てます。やばいやばいやばい、でかい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 、よほど大きいのよ、興味を持ってよ。ちょっと待って、触った感があったな、今触った感があったけど、はい、皆さんこんばんは。今日はですね、長崎市の離島の方へやってまいりました。どうしか来ないんですか。はい、11月も入りまして、うん、数は上がらないけども、うん、ちょっとサイズいいのがそうすよ、ね、はい、ポツポツ上がってるんで、してます、してますね、うんうん、まあどうなのかと調査を兼ねてやってまいりました。うん、まさかのいつもの、いや、それは河野さんにそうだったらそうでしょ。僕はあのデュエルの公式サポーターやらせてもらっているリルレと申します。はい、はじめましての皆さん、よろしくお願いします。はい、私ももう今年でもう4年目になります。あのデュエルよずりさんの非公式サポーターとして活躍しておりますマー君でございます。私も非公式サポーターをやらせていただいてます、ゆうすけです。デュエルさんもうね、俺そろそろいいと思うよ。買ってる絵がもうデュエルよずりだから、もう買わんぞ。もう聞いてます、聞いてます、メーカーさん、まあ、さん、はい、ということで、はい、デュエル公式サポーターと非公式の2人と、はい、今日はね、デュエル用済みのサポッティングをやっていきたいと思います。はい、いいですか、準備は。いきますよ勝手にサポッティング新しいアップス。はい、遠見いきます。まずはこちらですね、ダートマスターのリアルイソスジエビ 3.55 です。タックルエメラルダスストイスト 76M の SMTT、 リールはエアリティの LT2500 です。一投目まず行ってきます。どけどけてどけって、ほらうーら、一番良かったとこやけんな。対決を今してますんでね、もう場所取りからもう始まってますんで、対決が。お、ちょっと右に流れてるね、ちょっと若干気持ち、漁港の湾内ですね今。潮がね、どんな感じやろ。干潮がね、5時半ぐらいだと思う。下げの塩ですよね。どうなのよ。なんかいい感じするけど、まだチンとしてますね。干潮前のタイミングの潮の動き出しがどうなのかっていうところやね。あと1時間ぐらいか。歩いて行かしたんですか。いや結構よ、歩けば。ああ、釣れた釣れた釣れた、来ました来ました来ましたよ。はい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 、よし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 だったんですよ。いや大丈夫です、大丈夫ですよ。これぐらいがちょうどいいんで。はい、気持ちいいんですよ食べます。あ、じゃあ、あ、いやいや、もうリリースするだけなんで。はい、本当に嬉しい、はい、あ、はい、さっきから大丈夫です。そんなひどいの。ひどいわよいいのよ、このぐらいがちょうどいいのよはい、場所移動してきました。降りそうけどね、なんかワンちゃん。この町、この木は、この木は、この木はちょっとやりづらいけど、結構高いんですよ、場所が。こんな感じ、お兄ちゃんたちあっち、風がね、ちょっとあってね、やりづらいんですけど。来たー、あ、あ、抜けた。
マスオさんになっちゃうよ。来ましたね。よかったね。来ましたよ。あ、いい、ありがとうございます。ありがとうございます。降りました。見てこのエギに墨がもう、目がもうえらいことになってるから。期待します。ありがとうね。おったね、やっぱここに。行きたいと思います。さあ、皆さん、夕まずめですよ。バシッと行きたいっすね。いい感じです。もうすごいカリオストロの城みたいなところ来てます。潮はどうも右に流れてるみたい。どうしたー、ラララさん、お、来るんじゃない？違うの？今のはピンは違うんか。来い来い来い、来てみろ。ピンなったやん今。違うんかい、ピンは。カバー変えていこう。地形が大体分かったので、はい、まずこの鉄板でやりたいと思います。リアルソソスジエズリー、シソスジエズリあ、行こう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 。やばいやばいやばい。え？ちょっとそんな？いきなりよ。いきなりよ。いきなりよ。いきなり来たよ。ちょっとヒットシーン撮っとらんやったわ。怒られる、絶対怒られる。でかい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 。でかい。でかい。いける。どう。あざまーす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 。キロあるんじゃないの？あざますですよこれ。わかるわかるわかる。はいはいはい。ます。ちょっと待ってね。ちょっと。よし。やりやがったな。すーごいびっしょりだからほら。ゼロゼロですね。はい、ほら舐めるようにいくからね、下から。でんでんでん、おっきいのよ、おっきいのよ、ほら。あー、でもすごい。うわ、いいですね。正解です。どんな感じでした？いや、もう全然、いや、ぬるっとして、あ、来たと思ってビーってしたけど、全然、モンゴ、あ、いや、これはもう全然引かないからと思ったら、いきなり引き出したでしょ。うん、びっくりしました。生こいよったもんね、あの、生こだこれっつって。おでかい、いいな。持って帰ります、これは。はい、マー君が釣ったんでね。あれもほぼほぼキロですから。いいな、俺も絶対行ってやる。絶対やってやる。釣れてないから、なんつったって。サポッティングも何もできてないから。もっと私に興味を持ってください。興味を持ってよ。こんなに思ってるのに。結構ね、ここ墨跡がえぐいんですよ。ここやろ。もう、うん。もうここで決め込んでよ。ここで決めるもん。湾内ですね。
ちょっと待って、変わった感があったな今。右に流れてますね、左から右に。潮はいいですよ。とにかく釣りたいのよね。もういっぱいでいいからさ、釣らせてよ。もうパンツされたよ。確実パンツされたな今な。ダメば、今日またバラしたんですよ、目の前で。ほんと今日ダメだな、何しよったやろって感じ。今日ダメだな、本当もう何もかもが良くない方向に行ってます。気持ちが入ってないんですかね。気持ちは入れてるつもりだったんですけど、空回りしてます。ボトムやな。でも分かった、今ボトムねっとり調べれば多分釣れそうな気がする。ちょっとねステーな感じがいいかもしれない。しかも結構深いんで、やっぱボトムについてんのかな。まだ我慢します。来てるんじゃないかなと思うんだけど、我慢します。あ、違うよね、ほら。来ました、やっと来た、やっと来ましたよ皆さん。ポーズ逃れた、よかった。赤ちゃんです、赤ちゃんでした。釣れました、なんとかいっぱい釣れて、よかった。マジで嬉しい、いっぱいです。お疲れ様です。お疲れ様。サポルじゃない、いるからサポルのよ、すぐやるから。見えてますかね皆さん。ありがとうございます。今回もミスターレイコンということでね、はい、まあキロ足りんやったけど、はい、もうほぼキロよ、うん、ほぼキロ。いやもう面白さはキロですから、ね、キロないから、面白さはキロ、うん、面白さはキロ、いいこと言うんだもん、うん、っていうことで、うん、今回もマー君がねリアイソーでサポーティングしてくれました、うん、まあ坊主は回避しましたね、みんな全員だ、うん、ギリギリ滑り込んだんだ俺も。お前らあのちっちゃかったやめとけよな。いやいや選んであれじゃないから、新婚2期だから。肉使えただけや。ぜひね、まあ、キロ足りんやったけど楽しかったよっていう方はね、はい、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。押して、今押して、今押して、頑張ったマー君頑張ったと思う人は今押して。今押して、今押して。あとですね、我々こういう物販なんかもね、オリジナルグッズですね作っておりますんで、はい、概要欄のチェックをお願いします。お願いします。それで最後、じゃあ、はい、マー君バシッと締めてもらって、はい、はい、いやいや、今回はですね、今回というかもう最近はですね、もう皆様のおかげで、皆様のお祈りのおかげで、私マー君釣れてると思ってます。今後ともこの2人の応援よろしくお願いいたします。コメントなんかもいただけたらありがたきでございます。これからもよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございます。バイバイ。